ウルワシのワシリーサは、ロシアの民話。アレクサンドル・アファナーシェフの編纂した、ロシア民話集に収められている。赤いキシウスに乗る、バーバヤーガ商人は、妻と娘のワシリーサと暮らしていた。ワシリーサが8歳の時に、母親が病気で死んでしまうが、母親は亡くなる間際に、ワシリーサに、木の人形を渡し、困った時には人形に食事を与えて相談するよう、言った。 妻を亡くした商人は、再婚をするが、相手は二人の娘を持つ意地悪な女性だった。ママ母は、ワシリーサに仕事を押し付けるが、人形の助けを借りることでこなすことができた。結婚する年頃になり、ワシリーサと結婚したいという若者が現れても、ママ母は、自分の娘たちよりも先に結婚はさせないと、断っていた。 しかし、ママ母の娘と結婚する者は現れなかった。ある日、商人が旅に出かけることになった。ママ母は家を売って、森の近くの家へ引っ越した。ある夜、ママ母は娘たちにそれぞれ、仕事を与えると、ろうそく一本を残して、家中の明かりを消してしまった。ママ母の娘はそのろうそくの火をわざと消し、ワシリーサに、バーバヤーガから明かりをもらってくるよう言いつける。 ワシリーサが人形に相談すると人形は行っても大丈夫だと回答した。ワシリーサがバーバヤーガのところへ向かっていると何もかもが白い騎士が通り過ぎると夜が明け何もかもが赤い騎士が通り過ぎると太陽が昇った。バーバヤーガの小屋は鳥の足の上に立っており周りを囲む柵は人間の骨でできていた。 そこに何もかもが黒い騎士が通り過ぎると、夜が訪れ、頭蓋骨の眼下から、明かりが発せられた。ワシリーサが逃げようか怯えていると渦に乗った、バーバヤーガが現れた。ワシリーサが事情を話すと、バーバヤーガは、自分のもとでしっかり働けば、明かりを渡すが、そうでなければ食べてしまうと言った。最初の日の仕事は、小屋と庭の掃除をし、夕食の準備をし、小麦の中から、 他の穀物を取り除くことだった。バーバヤーガが出かけると白い騎士と赤い騎士が通り過ぎていった。仕事は人形がほとんど片付けてしまっていたので、ワシリーサは夕食の支度をするだけで済んだ。黒い騎士が通り過ぎると、バーバヤーガが帰ってきた。仕事が片付いているのを見ると三組の手に小麦を引かせた。次の日の仕事には、 消しの実から土を、添うことが加えられた。その日も料理を除いて人形が仕事を片付けた。バーバヤーガは帰ってくると三組の手に、消しの実から油を絞らせた。食卓で、ワシリーサが黙っていると、バーバヤーガが何か話すよう言った。ワシリーサが三人の騎士について尋ねると、白い騎士は朝、赤い騎士は昼、黒い騎士は夜であることがわかる。 バーバヤーガがワシリーサになぜ仕事を片付けられたのか聞くと、ワシリーサは母親の祝福があったからだと答える。それを聞くとバーバヤーガは目から光を発する頭蓋骨を渡し、ワシリーサを帰らせる。ワシリーサが家へ持って帰ると、頭蓋骨の火がママ母とその娘たちを灰になるまで燃やし尽くした。ワシリーサはおばあさんの家に泊めてもらい、布を織り上げる。 その素晴らしさから王様に気に入られ、ワシリーサは王様と結婚した。旅から帰った父親も迎えて幸せに暮らした。話によっては、ワシリーサのママ母と娘たちが死んだ後、帰ってきた父親と幸せに暮らすものもある。これは女性を主人公とした物語としては珍しいものであるが、ジャックと豆の木やヘンゼルとグレーテルなどのように似たものもある。 この物語に登場する三人の騎士は、バーバヤーガの他の物語にもたびたび登場し、バーバヤーガの神秘性を増しているとされる。アファナーシェフはこの物語には、多くの物語の基礎となるものが存在するとしている。それは、光と闇の対立であるという。1939年、ソビエト連邦でこの物語を元にした映画が作成された。政府から、 ファンタジー作品としては巨額の予算が組まれている。アレクサンドル・アフネー・シエブ、ナロドネ・ルースキー・スコスキー、バセリッサ・ザ・ビューティフル、マリア・タタール、オフ・ウィズ・ザ・ヘッズ、P199ISBN0 から691069433、マリア・タタール。P334、ザ・アノテイティド、クラシック・フェアリー・テイルズ、ISBN0 から393051633。 ジェームズ・グラハム、ババイ・アガイン・フィルム、バシリセ・プリー・クラージネジャ・ IMDB。ありがとうございます。